直江兼続らは見事腕輪を手に入れた。同じ頃、連合軍本隊は陽動作戦を開始。見当違いな方向に進軍し、神の軍勢を引きつけた。服部半蔵とくノ一は密かにその様子を観察。敵勢の動きから神の本拠地を割り出す。彼らは宝山城とともに手薄なその地へ乗り込んだ。目指すは龍禅の救出。彼を救い出せば趙雲をはじめとする蜀将の自爆は解かれる。三人は静かに闘志を燃やしていた。手薄とは言ってもいつもと比べてってだけで、それなりに防備はしっかりしてるにゃん。こりゃあ龍禅さんを探すのは大変ですぜ。うん、分かってる。でも絶対諦めたりしないんで。はあ、この子って案外けなげ。お姉さん応援したくなっちゃう。なんちて。まあ急がないとアレスたちを抑えてる雪村様も危険だしね。じゃちょっと探しますか。あの娘が忍べるとも思えぬが、この任困難を極めそうだな。雪村様たちが敵主力を引きつけてくれてるんで、早いとこ龍禅さんを見つけちまいやしょう。龍禅様は絶対助け出すんで。観測の悲しそうな顔もう見たくないし。そんじゃあ行きますか。敵に見つからないように抜き足、差し足、忍び足。ついついあっ、敵の気配がまるで読めない。こりゃ手を見ようぜ。敵の動き、影が探る。半蔵の旦那、お願いしやす。あっしはこのお嬢さんと城内を回るんで。ちょっと聞きたいんだけど、龍禅様の居場所知ってたりしない？何やつ、侵入者か。普通に話しかけるかな。先ほど研究の成果を披露しましょう。敵将打ち取りました。いい感じじゃん、さすが。仕入れ、仕入れ。超いい感じ。この調子でガンガンいっちゃうってことで。行かない行かない。隠密行動ってわかります？味方本体は大丈夫かな。雪村様、また無茶なことしてなきゃいいけど。私も観察が心配だし、さっさと龍禅様見つけてみんなのとこ行かないと。簡単に言ってくれるにゃー。さっきから足引っ張ってるのそっちなんすけど。さっき知れなんという武勇。いいところに龍禅様の居場所教えてくれたりしない？敵地に踏み入り堂々たる態度、こちらの油断を誘う策。じゃあそういう策ってことで一つ。てか人質取るとかひどくない？韓策も龍禅様もかわいそうなんですけど。驚くほどまっすぐなんです。なんと言われようとそれがしは光る。いざ参りましょう。任せよ。わかりました。私も本気で行くんで。披露します。雨の矢よ。いざ研究の成果を披露しましょう。まさかこれほどとは。ここは今こそ引くしかあるまい。雨の矢よ。なんか落としてったみたいだけど、これって何？知れすごいっすね。師匠って呼んでいいですか？その差がありすぎる。助けに来てくださったが、信じて待った甲斐がありましたぞ。なんか別の人助けちった。この先には聖斎様がいらっしゃいます。急ぎお救いください。聖斎も龍禅様を守るために従ってるはず。事情を話したら味方になってくれたりして。ねえ、韓策って言ってるけど、どこがそんなにいいわけ？そりゃ超かっこよくて超強くて超優しくて、むしろいいとこしかない？お任せ。それなら雪村様だって強いし優しいし、あっしはただの忍びなんで関係ないっすけど。いざ研究の成果を披露しましょう。やってみる。やらせ。いたいた。ねえ、龍禅様助けるために手を貸してくんない？龍禅様をあなたたちは分かっている。彼らがどれほど強く恐ろしいか。ゴシ君の命がかかってるし、簡単には乗れないか。こうなったらこっちも強いって分からせるしか。龍禅様もみんなもこのままじゃ辛いって、みんなで一緒に神様と戦えばいいじゃん。そうしたい気持ちはもちろんだ。でも龍禅様をむやみに危険にさらすことはできない。大事な人を絶対守りたい。その気持ちわかるけどね。お任せを。参ります。竜禅様を連れ戻せば趙雲殿も味方してくれるし、それに腕輪ももう一個見つけられそうなんで、そうすればこっちの腕輪は5つ、勝機はこっちにあるってことでどうでしょう。あなたたちの力、そして状況は分かった。はい、一緒に竜禅様を救って。龍禅様の居場所は分かってる。でも結界があって近づけない。結界か。あ、そういやこんなの拾ったんすけど。それは結界を解くために必要な鍵。でも一つでは用をなさない。他も集めないと。聖斎様、やはり連合軍の方へ。こうなっては戦うしかないようですね。私はこの人たちを信じる。そして必ず龍禅様をお救いする。やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですか。やむを得ません。私がお相手いたしましょう。壊してやる。しつけてやる。お任せを。日々前傾陣やってみる。あなた方の覚悟、よくわかりました。求めているものは義経様がお持ちのはずです。なぜそれを。今は信じるしかない。お任せ。城が騒がしいみたい。留守にしている間に侵入者がしどうする。まるで夢のような死ぬの気配ね。これも何かの技なのかしら。やってみる。肝臓の旦那でもさすがにあの数は厳しいんじゃ。お願いね。足が助立ちしますぞ。ここは手分けした方がよくない？私たちは結界特有探すんで。壊してやる。しつけてやる。壊してやる。しつけてやる。壊してやる。しつけてやる。現れたようだな。侵入者は撃退する。残念だ、そういう流れ。うっすりはここで怪物とか超困るんですけど、とりあえず指揮してるやつを倒せばいいんだっけ。お任せを。へえ、意外とやるじゃん。やっせいせい、いざ戦わん。お任せを。はっさけ。筋変形人来ません。相手となる。勝った方に流れが、それだけの流れっていうか、結界を解くためにあんたの持ってるものが必要なんですけど。やってみる。お願いね。半蔵の旦那でもさすがにあの数は厳しいんじゃ。私が助立ちしますぜ。今こそ披露します、雨の矢よ。ここは手分けした方がよくない？私たちは結界解くやつ探すんで。お任せを。参ります。あなたこそ真の三国無双ね。風いた。やってみる。やらせない。これで現れたようだな。侵入者は撃退する。残念だ、そういう流れだ。ここで怪物とか超困るんですけど。とりあえず指揮してるやつを倒せばいいんだっけ。老将と侮るなかれ。いいぞ、お前はここで倒す。さあ来やがれ。お前なんだ、ひとひねりだ。お任せを。さっきを反応する。お任せを。全力で参ります。勝った方に流れが、それだけのこと。流れっていうか、結界を解くためにあんたの持ってるものが必要なんですけど。やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですか？お任せを。いざ参りましょう。はい、戻りました。いざ研究の成果を披露しましょう。今こそ披露します、雨の矢よ。勝ったと思うなよ。さすがですね。やっ希望を駆使し退ける。いざ、これも流れだ。あんた意外とやるじゃん。成功勝者に従う流れか。欲しければ持っていけ。どの道5つ揃わねば意味をなさぬ。何その言い方。絶対全部集めてみせるし。ゴロム魂ね。つまらないわねえ。れで終わり。誰か夢も見ないほど私を疲れさせ、そうしてくれたらいいことを教えてもらう。お任せよ。こら、人の後ろに勝手に入るなんて悪い子だね。後ろ切れ。打ち取りました。やっぱあのなんとか忍法の人か。そうじゃないかって気はしてたけど。ねね忍法で気配を消してたけど、そろそろいいかな。さてと、忍びの技の見せどころだよ。ねね忍法、分身の術。真田の忍びとしてここは負けられない。ドローン待ったよ。私の知力が破れようとは。お任せを。侵入者捕らえておねね様に報告せねば。ほら清正、自分ばっかいい格好してんじゃねえぞ。なんかうるさそうなのがこっちに向かってきてるんですけど。やあ、さあ俺が相手をしてやるぜ。こいつは参ったにゃ。清正、正則、城に入り込んだ子を捕まえて。頑張った子はいい子いい子してあげるからね。さあ絶対俺が捕まえる。沈め。待て正則、俺が行く。本当にお任せ。いざ研究の成果を披露しましょう。そういやソフィ殿の奥方が何か持ってた。本当？いいこと聞いちゃったかも。へえ、あんた意外とやるじゃん。あら大変、あの子たちやられちゃったみたいだね。一度下がって手当てしてあげなくちゃ。どうぞごゆっくり。あっしらその隙に進ませてもらいますんで。ソーヒって人の奥さんが何か持ってるって聞いたんだけど。そう、私はマネ殿が持っていると聞いた。どっちも倒すってことでしつけてやる。壊してあんたかなり強くない？もしかして真の三国無双ってやつ？壊してやる。しつけてやる。参りましょう。はい、終わりました。敵将、討ち取りました。これが叶う相手じゃねえか。いざ、研究の戦と発表しましょう。これで勝ったと思うなよ。今こそ披露します。雨の矢よ。いざ、研究の成果を披露しましょう。いざ研究の成果を披露しましょう。お願いね。はいでしょ。俺の負けだ。やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですかい？お任せを。体の動きに約束通り教えてあげる。あなたたちが求めるものは長江殿が持っている。ありがたいけどなんか大変そうなお姉さんだね。これで終わり。やーなんか落としたけど。こうしてこれ探してたやつじゃん。しつけてやろう。お任せを。今こそ披露します。雨の矢よ。参ります。やっはっレイヤー敵将打ち取りました。お任せを。やっ俺の負けだ。参ります。お前なんざ人ひねりだ。死ね。死ね。お任せを。お願いね。はい、お任せを。やあ。たっ。参ります。見事に負けちまうとはな。私と彼らの美しい連携で撃退してみせましょう。こんな狭いとこに怪物連れ込むとかありえないし、超邪魔なんですけど。死ね。死ね。お任せを。いざ研究の成果を披露しましょう。敵将討ち取りました。やってみる。やらせない。これで終わり。やー！お任せ。敵将討ち取りました。参ります。やってみる。じゃないぞ。しれ。お任せを。オレンジをあがいては薄いですね。失礼いたします。なんか落としたけど。いや、今前が探してたやつじゃん。戻りました。情けないですわ。誰一人侵入者を止められないなんて。これでもみんな頑張ったんだよ。ただ相手が元気良すぎちゃったね。うちの人のためだもの。頑張ったってとこ見せないとね。ええ、このままでは我が君の立場に触りますわ。この私が簡単に膝をつくとでも甘く見ないでいただけるかしら。うちの人のために思いっきり行くからね。人妻の迫力怖いにゃー。あれ持ってるのどっちなんだろう。いい感じじゃん、さす仕方ありませんわね。聞かせてもらいますわ。あ、これやった、全部揃った。おや、結界が解けるとは。助けてくれて感謝する。龍禅様、ご無事で何よりです。お救いできて本当によかった。私のために迷惑をかけてしまったな。趙雲たちにも苦しい思いをさせているようだ。これからは私も共に戦わせて、龍禅様をお守りするためにも。もちろん大歓迎ですぜ。そっちの実力は戦って十分分かってますし。任、無事に果たせたか。それじゃ急いで出発ってことで、みんながやられたら関策たちを取り戻せなくなっちゃうし。ああ、私が関策や趙雲たちを止めに行こう。龍光子だ、仁の志を受け継いでいるぞ。託された思い、果たしてみせる。腕輪は無事見つかっただろうか。それに龍禅様、落ち着くがよい官兵。我らにできることは皆を信じて待つこと、そして敵の猛攻に耐えることだ。先ほどアレスたちが動いたとの報がありました。ここもすぐに敵に取り囲まれるでしょう。腕輪を持つふりをして本陣にこもる役は私に任せてくれ。その方がアテナやアレスも信じやすいだろう。ただ偽りだと知られれば本物の腕輪や龍禅殿が危ない。なるべく敵を近づけないでもらえると助かる。はい、お任せを。ペルセウス殿の安全は必ずお守りします。私も戦わせてください。銀平殿、兄上たちや趙雲殿と戦うのは確かに嫌です。でもみんなに任せて隠れているわけにはいきません。私だって兄上たちを助けるために頑張りたい。よく言った我が娘よ。ならば共に来るがよい。その覚悟、立派なものだ。分身の娘として力いっぱい頑張ります。どうだい、あっしもこう見えて真の三国無双でね。こういうのは嬉しいもんだね。さて戦場をかき回してやろうか。この私こそ真。よし、うまくいったな。文事件、いざ参る。え、私が真の三国武装でいいの？あなたは淡々と敵を倒すのね。にゃん、そりゃあお仕事ですから。で、そうおっしゃるあなたは清斎さん、張飛さんの娘とは思えない冷徹なる戦士にして、やはり張飛さんに似ても似つかぬ美貌。すごい。適当な心のない言葉が泡のように湧いてくる。適当な言葉だからこそいくらでも出せるんです。真実の言葉なんてそう簡単に出せやしませんって。あなたはそういう人。分かった、覚えておく。淡々とそう言われるとそう思われていいのかって気も。でもまあそういう感じなんで、今後ともよろしく。秀泰殿は私と同じ苦労をしていると聞いた。主君の護衛と酒飲みの世話、大変ね。それは違う。え、ごめんなさい。私すっかり勘違いをしていたみたい。いや、主君と酒飲みがじる。それは同一人物ということ？そうだ。そう、私よりよっぽど苦労しているのね。龍禅様がそうだったり、父上がそうだったりしたら手に負えない。だが俺が守る。私もあなたの境地に達したい。その迷いのなさ、とても羨ましいから。体得の子よ、そなたは随分と人を騙すのが得意なようだ。おや、何のことだろうか。私は凡夫ゆえよくわからぬのだが。死者を装う凡人は多くいるが、その逆とは。体得もこれには気づいておらぬか。ふう、どうしたものか。佐治殿、できればその話を皆にしないでほしい。ほう、なぜそう申すのだ。私に期待をかけてくれる者たちに妙な希望を持たせては申し訳ない。この私は紛れもなく愚者。それは変わらぬのだ。うん、ならば今は見逃すとしよう。だがそなたの選ぶのはいばらの道よ。共に進むものすべて無傷では済むまい。ああ、ご忠告感謝する。